もこんばんは、日本一のサザンオールスターズマニアです。はい。まあ今ね、日本一のサザンオールスターズマニアと言いましたけど、今までは、まあ自称日本一のサザンオールスターズマニアだったんですよね。なんですけど、まあ本日、名実ともに日本一のサザンオールスターズマニアになりましたね。うん。まあなぜかっていうと、こいつですね。はい。こいつを手に入れたことによって、俺は名実ともに、日本一のサザンオールスターズマニアという称号をね、ついに得ることができました。はい。まあこれは何かっていうと、まあ開けていこうか。もうね、もう開けて見せればわかるから。これを手に入れたことによって、日本一のサザンオールスターズマニアという称号が得られるっていう、まあこれ中に証拠があるから、まあ開けていくわ。うん。いやー、ついに手に入れました。本当に。いやー、もうちょっとね、ほんと楽しみすぎるわ。そう。いや、ちょっと、あのね、まあ、ディスクユニオンっていうね、これ何かっていうと、まあ、レコードショップですね。まあ、東京とか大阪とか名古屋とかにある、まあ、本当に有名な、レコード好きな人は、まあ、絶対知ってる。まあ、ディスクユニオンっていう、まあ、レコードショップがあるんだけど、まあ、それの通販で買いまして、現物は見てないんですよね。そう、現物は見てないから、どんな状態なのかをちょっと、今開けてみないとわかんない。ですよ。なんだけど、このディスクユニオンってさ、まあ、ネットショップもやってて、で、ネットショップに、その、こと細かに情報、その、状態とか、ここになんか傷があるとか、なんか焼けがあるとか、そう、そういうなんか詳しくね、乗っけてくれてるんですよ、ディスクユニオンってね。まあ、そこがすごいありがたいし、いやー、だからちょっと、まあ、もしかして、期待通りじゃないというか、その、俺がちょっと、なんて言うんだろう、俺があんまり、ちょっとなんて言うんだろう、あんま、ここ、ちょっと正直傷、嫌だったなっていうのはちょっとわかんないですよ、本当にマジで。もしかしてそういうちょっとなんかあんまり状態が俺の望んでたものじゃないかもしれないんだけど。まあ、早速。そう。ちょっとね、なかなか開けづらいな。ちょっとすんなり開けたいんだけど。まあ、だけどまあね、これを見ればね、本当に、もうあっと驚くんで、マジで。本当に。今まで俺をなんか、にわかとか言ってる？まあ、バカども？そう。なんか、お前の歳だったらにわかと変わんねえとか、なんかバカみたいな老害がいるんですよ。俺のチャンネルに。いや、年齢関係なくねみたいな。そう。サザンのことを詳しいかどうかで、にわかかどうかって決まるんちゃうのみたいな。年齢で決めちゃうのみたいな。ちょっと意味わからないんですよね。最近多いけど。まあ、これ持ってたらもうね、お前らも文句言わないっしょ。うん。わぁすげえあれなんか、これは円形のなんか、お好み焼きみたいなのが入ってるけど、やばい。えわぁすげええ、ちょっと待って、やば。はい、これですね。はい。これ何かっていうと、まあもうほんとサザン好きなやつっていうか、まあサザンのファンだったら絶対知ってるでしょ、これ。サザンオールスターズのサザンオールスターズっていうアルバムなんだけど、そう、鎌倉の次に出たアルバムで、1990年のアルバムのレコード版、ついに手に入れました。はい。で、これね、まあ本当にレアなんですよ。マジで。もうサザンのファンだったらまあ余裕で知ってると思うんだけど、僕、このサザンオールスターズ以外のアルバムはアナログ版全部持ってるんですよね。そう。なんだけど、これだけは持ってなくて、まあ理由は、超希少だから。そう。で、まあ価格、ちょっと教えちゃうけど、見て。6万円。だけど欲しかったんですよ。っていうのと、まあね、これね、まあ高いんだけど、そもそもそんなに中古ショップで出ない、そう、ものなんですよね。そう。めちゃくちゃ希少だから。この1990年っていうのは、まあその、ちょうど CD が、その、なんだ、音楽媒体の主流になった時期ぐらいで。で、このサザンオールスターズも、まあレコード出たんだけど、ほんのわずかしか多分ね、吸ってないんですよ。そう。だから、それ以前の、だから鎌倉までのレコード版はめちゃくちゃ、もうワンコインで買えるぐらい安いんだけど、このサザンオールスターズは、まあその数も少ないし、で、高いし、みたいな。で、出た瞬間、まあその、なんだ、すぐ、もう、買われちゃうみたいな。感じで、もう僕見たこともないし、その、売ってるところすら見たことがなかったんですよね。そう、なんだけど、なんかね、ほんと、3ヶ月ぐらい前に、これがね、そのディスクユニオンって、その欲しい商品、欲しい商品が登録できるんですよね。で、登録して、で、入荷した時に、メールで連絡が来るっていうのが、システムがあって、で、それにね、このサザンオールスターズを登録してたんですよね。そしたら、3ヶ月ぐらい前に、その、これがね、入荷したっていう、情報がメールで来たから、みたいな。ついに来たでみたいな感じで、いやもうちょっと心が躍りましたね。3ヶ月前に。なんだけど、1枚だけじゃなかったんですよね。3枚入荷して、つって、3枚も入荷すんのみたいな。やべ、これどうしようみたいな。まあ、3枚もあるから、で、なんか、それぞれね、状態が、
違ったから、まあ、どうしようかなと思って、まあ、3ヶ月粘ってたんですよね。まあ、3タイプそのなんか状態が、悪いやつと、で、これは真ん中、まあ、ちょうどいい感じで、もっと状態がいいのが、まあ、3パターンあって。で、まあ、この中のどれか1枚が買われたら、俺も買おうかな、みたいな、どれかをっていう感じで、で、ついこの間、その、一番安い状態のものが、売却済みになったんで、もう僕はこの真ん中のやつをね、真ん中の状態のものを買いました。僕が買ったのは6万円のもので、で一番安いのが4万8000円。一番安いのでも4万8000円ぐらい。それで一番高いのがなんか6万何千円とかで、そう。まあ、ちょうどいいやつを選びましたね。はい。いや、ちょっとこれ、興奮ですわ。ちょっと、すごい前置きが長くなっちゃったけど、まあ、すごいものなんですよ。マジで。もうこれ持ってるってことはもう、日本一とサザンオールスターズマニアでしょ。うん。いや、これ持ってないやつマジにわかだから。うん。これも持ってないくせに、俺をにわか呼ばれすんなよ、マジでお前ら。うん。いや、という感じで、いやー。なんかすごいね、硬いケースに入ってるんですよ。ちょっと中身、見せましょうか。どうせお前ら持ってないもんな。うん。俺が持ってるから。うん。お前ら見せてやるよ。うん。いやー。うわ！いや、本当にね、もうこれずっと欲しかったんですよ、本当に。なんだったら僕、高校の時にサザンオールスターズにハマって、で、いろんなレコードとかも買い漁ってたんですよ。高校生の時にね。で、このサザンオールスターズは、まあ、希少ってことはその時から知ってて、出ないかな、出ないかな、みたいな。ずっと待ってて、ほんと11年ぶりに、ついにね、手に入れることができました。お、なんじゃこれ？え、これはケースかな？多分ね、こっちが盤なんだよね、多分。盤とケースが、ちょっと、ここ置いとくの危ねえな。ちょっとやばいな。でね、状態なんだけど、元々帯なし、帯はないんですよ、これ。それは知ってまして。で、インサートやけ。インサートって多分中のあれかな？そう。で、ステッカー、ジャケット、直貼り、汗あり。まあ、このステッカーね、この広告の。これが直で貼ってるっていう。まあ、結構直で貼ってるものが多分多いと思うんだけど。そう。いや、で、アナログ希少版、そうだね。うん。こんな感じ。いやー、ちょっと、やばいね。いやー、でね、僕結構この背拍子、結構ね、並べるから、この背拍子が、焼けてるっていうか、そのなんか色あせてるってのが4万8000円だったのかな。ちょっと、このね、背拍子が僕はちょっとこだわりがあるんで、ちょっと背拍子焼けてるとちょっと嫌だなって思ったんで、まあ、この真ん中のやつをね、なんかすごい年季が入った匂いがするような気がする。いや、ちょっと、あ、裏はこんな感じですよ。ほら。すごくね？やばい、ちょっとこれ。マジで、本当に、11年間僕これに、これを追い求めていたというか、いや、それが手に入ったんで、ちょっと、なんかね、こういう、多分これ保護のために、ね、こういうやつをね、やってくる。ほんとディスクユニオンってね、神ですね。うん、ちょっと一回置こう。あ、なるほどね。これはなんだ？あ、後ろ、上にまたさらに、ね、こういう感じで、袋が被ってますけど、いや、ちょっとやばい、これ。すごい、これ、本当に。ちょっとこれ、直に触っていいのかな？これ、あんまり触りたくないな。うわ！やばい！まあ、どうせこれ、ね。まあ、僕のものだし。やばい、これ！うわ！カブトムシマンだ！しかも、でかい！いや、これ、本当に。結構ね、ステッカーもなんか、焦ってるって言っておきながら、僕はこれ、全然許容範囲ですね。うん、綺麗綺麗。すごい。裏こんな感じ。いやー。まあね、僕はもう、実はこの、紙ジャケット版を持ってるんですよね。紙ジャケット版と比べてみよう。あ、もう完全再現ですね。うん。めっちゃいい。うわ、ちょっとこれ。中は？中入ってんのかな？歌詞カードみたいなのちょっと見たいんだけど、入ってるかな？こんな感じ。あ、入ってる！あ、結構、うん、古いレコードの匂いがしますね。いや、興奮するわ。この匂いめっちゃ好き。はい、あ、これがまあインサートですね。うお、歌詞カード、ほら。すごい。なんかね、いや、すごい状態がいいっす。マジで。うん。まあ、ここら辺曲がってたりするけど、これは僕はもう全然許容範囲。うわ、この写真はもうね、CD 版では何回も見ましたけど、うわぁ。最高。あー、なんかもう。臭い。めっちゃ好き、この臭さ。いやー、これマジで興奮だわ。
これがついにね、いや、マジで欲しかったんですよ、本当に。これ以外のレコード、まあ持ってるけど、全部売ってでもいいから、これだけ欲しかったぐらい。いや、ちょっと、あんまり触りたくない。あ、背拍子ちょっと。ちゃんと、見えるかな？ちょっと細すぎて見えないんだけど、サザンオールスターズ。このね、赤いのがね、いいんですよ。これがちょっと焦ってたら、僕はちょっとね、残念だなって思ってたけど。そう、全然、ちゃんと赤いし、最高ですね。ちょっとあんまり触らないようにしましょう。じゃあ、肝心の本体ですね。肝心の本体を開けていきましょうか。ちょっとマジで。いやー。いや、こんなさ、まあ、言ってもレコードってさ、まあ、プラスチックの板なわけですよ。プラスチックの板に、まあ僕6万円払っちゃったっていうか、まあ僕、レコードでこんな高いの買ったのは初めてなんで、まあレコードも結構その高いものたくさんあるんですけど、多分、邦楽史上一番高いんじゃない？この、サザンオールスターズが。多分、他に高いものあるっけ？わぁ！やばっ！ちょっと。こっちがサイド1ですね。フリフリから帰ってこうで、レコード版は、あ、O ガールまでが入ってんだ。で、こっちが、U から違うか、女神たちのジョーカーか。女神たちのジョーカーから会いたくなった人は、からね。ああ、なるほど。いやー、こんな感じです。見える。ちょ、ステッカーがね、ちゃんとね、きっちり揃ってないのがね、まあ、これはレコード、結構どれもそうなんだけど。すげえ！ふわっ！ちょっとあんまり、ベタベタ。触ると良くないんでね。まあでも僕これもう一生もの、正直売る気ないんだよね。もうこれ一生宝にしようかなって思ってるぐらい僕これ欲しかったんで、まあこれが仮にぶっ壊れたとしてもいいかな。もうこれもう俺のものだから俺だけのものだから、なんか別にこれ譲る気もないし、なんか別にこれに傷が入ったとてそんなになんかなんだ落ち込みもしないかな。ちょっとやばいな。早くちょっと戻したいんだけど、なかなか戻れない。ちょっと。いやー、ちょっと。ちょっと手袋持ってくればよかったかな。まあ、でもまあ、いや、いいや。俺の指紋がついてもこれ俺のものだから、むしろどんどん指紋つけちゃえ。マジで。むしろ。いや、ちょっと、やばいな。いやー。すごい。マジで。ちょっと、入れますね。いやー、ちょっとマジで感動だわ。いやー、そう、こんな感じでね、並べましたけど。あの、ほら、これ、ちょっとね、せっかくね、こうやってサザンオールスターズのレコード版手に入れたんで、俺が持ってる、多分コンプかな？サザンオールスターズの、まあ、ちょっと一個一個紹介しようか、せっかくなら。これが、カセットテープ版ですね。カセットテープ版はもちろん持ってて、そう。で、カセットテープ2個あるんですけど、これはね、海外版？こっちは日本版なんですよ。裏がね、こんな感じで。ちゃんとビクターが出してるやつ、大社レーベル。で、こっちはね、なんかね、そう、海外版なんですよね。ほら、見て。わかるかな？台湾かなんかのレコード、レーベルから出てるカセットテープ。これはなんかね、スリーブがついてて、このこっちの日本版はね、スリーブがついてない。上になんかね、あの、紙のなんか、あの、ついてないんですけど、海外版はついてて、あ、これいいなと思って、そう、2個持ってますね。で、これが CD 版の特典付きの初回限定版。なんかね、この腕時計がついてる。まあ、これあの、使わずにずっとここに入れてるんだけど。そう。これもなんかステッカーが直貼りなんで。そう。あー、やばい。ちょっと後で整えます。はい、で、これは、まあ、あれ通常版。まあ、なんだ、オリジナル版ですね。そう、CD の、そう、帯ついてますね。そう。で、これは1998年の再発版かな？そう、こんな感じ。で、さっきのあの紙ジャケットあるじゃん。そうそう。これが初回版ですよ。その1998年の再発版の。そう。で、それの、まあ、通常版がこっちのケースの方ですね。これです、これね。そう。あ、そうだ！あの、2008年のリマスター版はちょっと持ってないですね。まあ、あれ持ってても何の自慢にもならないから、そう、持ってないですね。あれは持っててもなんか、価値ないんで。そう、あれ持ってる方がにわかなんで。気持ち悪いマジで。お前ライブ来んなよマジで。クソや。そんな感じ。だからコンプっすね実質。マジで。まあ2008年は持ってなくても、何の意味もないんで。コンプしました。サザンオールスターズ。いやーちょっと。ちょ、聞きたいっすね。音もちょっと、インスタに上げようかなと。YouTube で音上げると著作権でね、あれだよ、ペナルティが食らうかもしれないんで、
YouTube でやらずにインスタでやりたいと思うんで、なので、ぜひね、インスタ、下のリンクに貼っとくんで、その、僕のインスタの、リンクをね、ぜひフォローしてください。はい。という感じ。やばいなぁ。いやー、ついに、開けました。いや、これは感動、これもちょっと、家宝にしたいな。そう、もう僕、ちょっとね、いや、どうせだったら、3枚全部買って、その、出てたやつ、3枚買って、で、まあ、もうね、そう、保存用、効く用、みたいな感じで、そう、状態に分けて、そう、そう、状態悪いやつを効くようにして、みたいな感じで、やろうかなと思ったんだけど、まあ、そこまでちょっと欲張りかなと思って、やっぱりこれ欲しい人も多分、いると思うから、まあそういう人たちにね、譲ってやろうかなと思って、そう、俺日本一のサザンオールスターズマニアなんで、そう、そんぐらいの余裕はありますよ。そんな感じでね。いやー、ちょっと興奮だわ。めちゃくちゃ状態いいもん、本当に。いや、感動だわ。そう。いや、こんなに状態いいと、あ、そうだ。これさ、あれだわ。こっちに入れた方がいいかな。そうだ。まあいいや。後でやろう。ちょっともうちょっと見せたいんで。そう。いやー、これ持ってるやつの方が少ないんじゃない？もうこれ持ってるんだから、まあお前ら俺に盾つくなよ。本当に。お前らどうせこれ持ってないだろ。これ持ってないくせに、俺をにわか呼ばりしてて何様のつもりマジで。いい加減しろマジでお前ら。クソだよ。いやー、これカブトムシがね、セックスしてるのがいいよね。このカブトムシのセックスもね、通称カブトムシ版って言うんだけど、これね。いやー、これ絵になるわ。この大きさで。ちょっと興奮ですわ。まあ、そんな感じでちょっとね、いやー、惚れ惚れしますね。これね。で、まあちょっとね、今年アルバム出るじゃないですか。まあ今年は多分そのアニバーサリーとかじゃないから、まあわかんないんだけど、もうどうせだったら、ね、熱い胸騒ぎから、まあ、ブドウまでの、再発版まだ一回も出てないじゃないですか。レコードの再発版がね。ちょっと出してほしいですね。サザンオールスターズの再発版と聴き比べたりしたいし、あと、まあ、稲村ジェーンと世に万葉の花が咲くなりは、レコード版すら出てないから、ちょっと初レコード化してほしいんですよね。ちょっとそこら辺楽しみですね。で、今度の多分新しいアルバムもレコード版出ると思うんで、そう。そんな感じですね。あとは言うことないかな。言うことは、もうちょっとね、惚れ惚れしちゃってね。ちょっと言うこと全部飛びましたね。ちょっと、どうせだったらちょっと、まあ、他のレコードも見せようかな。あ、キラーストリートがちょっと下にあるんだな。キラーストリートはちょっとごめんなさい。ちょっと、持ってるんですけど、ちょっと下に置いてます。はい。これヤングラブね。そう。そう、稲村ジェーンと世に万葉の花が咲くなりがレコード出なかったんですけど、まあ、ヤングラブから、なぜかまたレコードが復活して、そう、出まして。これも結構希少なんですけど、まあ、サザンオールスターズに比べれば足元に及ばないですね。そう、価値で言うと。そんなに手に入りづらくはない。で、これ、桜ですね。はい。まあ、これも、なかなか、まあ、中度ぐらい。そう。中度ぐらいのレアですね。で、ちょっとキラーストリートは下にあるんだけど、まあ、ブドウですね。そう、だからまあコンプですね、マジで。で、鎌倉以前のアルバムも持ってるんですけど、まあ、見せる価値もないんで、そう。鎌倉以前のアルバム持ってても、何の自慢にもならないから。もう、そう。500円ぐらいで買えるから、どれも。そんな感じでね。そう。鎌倉以前のアルバム持ってて、エバってるのはちょっと頭おかしいんで、マジで。そう。見せる価値もないんで。はい、という感じですかね。いやー、ちょっと今日はこれをちょっと聞いて、そう。ちょっとね、コーヒーでも飲みながら、そう。これを聞きながら、まあね、眠りにつきたいと思います。はい。という感じで、お前はほんと、マジでいい加減しろよ、マジで、お前は。もうこれ持ってるから、日本一のサザンオールスターズマニアだから。ほんと、マジで。いい加減しろよ、マジで。にわかとか言ったら、ブチッマジで、ほんとに。そんな感じで、いや、ちょっとね、興奮で、口が回らないですけど、もう終わっていいっしょ。はい。買いました。はい。さよなら。まさにさっき、生かした波はいつか来るから、叫んだ I love you は波音を買って知った。夕暮れの水面で愛を確かめ合った。あの夏はもう戻らないのか、寂しさで